俺はミキ君は本当攻撃参加の部分は相当すごいなって思うのはゴールに迫れる、まあ、サイドバックはアシストとかっていう印象の方が強いですけど、自分が自らゴール取れるシーンに関わっていけるっていうのはすごいなっていうのは思いますし、練習中もあれどうやるんですかっていうふうに聞くんで、まあ、あれと関わりつつ自分がゴールに入れるポジションに最後いるっていうのは相当すごいなと思いますね。